2015年12月、政治・安全保障・経済・社会・文化からなる東南アジアの地域協力機構 ASEAN 経済共同体が発足しました。それに伴い、タイやミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジア、中国ではインフラ整備や経済発展が進み、人、物、金の流れが加速化しています。しかし、輝かしい経済発展の裏では国家間の経済格差や国内の都市と農村部の貧富の差が拡大したことにより、国内外の労働移動や組織犯罪が広がり、国境を越えた課題が深刻化しています。その課題の一つが人身取引です。人間という尊い存在が商品として扱われる人身取引は、被害者の精神や心と体に深刻な影響を及ぼします。そこで JICA は、それらの課題を解決するため、メコン諸国でさまざまな取り組みを行ってきています。メコン川流域で両親と暮らす16歳の A さん。農業で生計を立てる両親のために A さんも家事や農業の手伝いは欠かしませんでしたが、生活は決して楽ではありませんでした。そんなある日、親戚の叔父が一人の男を連れてきました。 A さんは今まで見たこともないような大金を父が受け取っていたのを見ました。すると父親は A さんに、大金を手に入れられるから外国の人と結婚してほしい、家族を養うためだと命令されて、仕方なく従いました。自分を犠牲にしてでも家族を支えるという伝統的な習慣のもと、覚悟を決めざるを得ませんでした。目的の国に着くとすぐに結婚。しかし、パスポートを取り上げられて、朝から深夜まで奴隷のように働かされました。結婚して家族を作るという話とは全く違っていたのです。満足な食事も与えられず、時に暴力を受けることもありました。恐怖と悲しみ、そして不安からひどい感情的ストレスに苦しみ、身体的にも精神的にも追い込まれていきました。その過酷な環境での生活はおよそ3年間も続きました。しかし、ある日、隙を見て逃げることに成功します。その後、 A さんは人身取引被害者の保護や社会復帰支援を行う施設でカウンセリングを受けた後、今では家族と共に暮らしています。しかし、時々被害を受けた時のことを思い出し、不安に苛まれ、不眠症に苦しむことがあります。今と比べて10倍の給料をもらえるという仕事の話に乗って海外に行こうとしている若い女性 B さんがいました。以前から海外で生活や仕事に憧れていた B さんは、希望を抱いて準備を始めます。その話を聞いた B さんの母親は、海外のどこに行きどんな仕事をするのかを聞いてみました。 B さんはソーシャルネットワークサービスで知り合った海外に住む男性と交際していること、その男性が海外で働けば大金が手に入る上、海外で生活ができると誘われたことを話しました。母親はとても心配になり、すぐに警察に相談しました。実は母親は人身取引に関する研修に参加したことがあったため、
娘の話を聞いて人身取引の典型的なケースではないかと思ったのです。しかし B さんは母親の反対を押し切って家を出てしまいます。数日後、警察が国境ギリギリのところで B さんを保護することができました。連れ戻された B さんは大金を稼げるチャンスを失い、海外にも行けなくなったことから警察に連絡した母親を恨みました。そこで母親は人身取引被害に遭った女性たちのケアを行う施設に娘の B さんを連れて行き、カウンセリングを受けさせました。 B さんはそこでソーシャルワーカーに自分の経験を話し、初めて自分が人身取引の被害に遭う直前だったことを知りました。危ないところを母親が助けてくれたことに気づき、今ではとても感謝しているそうです。人身取引の被害者の特徴として女性と子供に加え、近年では男性も増えています。また経済的に困窮している人々、社会的に迫害されている人々、近年は貧困に陥っていないにもかかわらず海外への憧れから騙されてしまうというケースも目立ちます。メコン川流域からの人身取引はタイやミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジア、中国のみならず、アジア、中近東、アフリカなどにも広がっています。その被害者数は年間およそ10万人と言われていますが、表沙汰になっていないケースを入れるとさらに増えると言われています。世界中で発見された被害者のうち 70% が主に女性と子供で、子供の3人に2人は女児です。性的被害を受けることが多く、 18% は強制労働を強いられています。強制労働の市場規模は200億アメリカドルにもなり、麻薬取引に次ぐ第2の国際的な犯罪になっているのです。実はメコン諸国の人々が被害者となる人身取引が私たちの身近なところで発生しているのをご存知でしょうか。今後 ASEAN 諸国の経済発展や観光産業の活性化に伴い、メコン流域や日本で人身取引の被害は増えていくことが予想されます。これまでも日本は人身取引をなくす取り組みを行ってきましたが、もっと多くの日本人が人身取引について関心を持ち、被害者を出さないようにすることが求められているのです。人身取引の対策には政策、予防、保護、訴追の4つがあり、それぞれの英語の頭文字 P を取って 4P と呼ばれています。JICA はその4つのうち、特に被害者の保護と人身取引の予防に重点を置いています。そこで JICA は2005年から2008年にかけて、カンボジアやベトナム、ミャンマー、ラオス、そしてタイなどのメコン地域で人身取引対策の現状調査を実施。その後タイ国政府からの要請を受け、2009年にタイでの技術協力プロジェクトを開始しました。タイは急速な経済発展や情報流通の高度化に伴い、人身取引として海外へ人を送り出す送出国であり、タイを経由して第三国に移送する経由国、またメコン地域諸国からの被害者の受け入れ国です。ここで JICA は人身取引被害者保護自立支援促進プロジェクトを行いました。
人身取引被害者の保護活動には、さまざまな省庁や NGO など関係者の連携による支援が必要となります。 JICA は被害者の保護から帰宅支援、そして社会復帰までサポートする組織、多分野共同チーム MDT を設立しました。調整役は社会開発人間安全保障省人身取引対策部が担い、警察や労働省、弁護士や保健省など多様な専門分野の組織や専門家が問題解決のために一丸となって取り組んでいます。さらに被害者の保護と自立のための支援を促進できるように、多分野共同チームの質と能力を強化する必要がありました。 JICA は2010年に社会開発人間安全保障省の人身取引対策部をカウンターパート、すなわち協力機関としてプロジェクトを開始しました。プロジェクトで中心的な役割を担った部長のスワリーさんです。ในความร่วมมือกับใจกล้าเนี่ยนะคะก็ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าใจกล้าเนี่ยสนับสนุนการดำเนินงานนะคะของกระทรวงแล้วก็ของประเทศไทยในแง่ของทางด้านวิชาการนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างระบบกลไกการทำงานในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งนะคะในอนุภูมิภาค調整役である社会開発人間安全保障省の支援によって NGO などの団体も活動の幅を広げています。タイの首都バンコク、ここに2010年から JICA が協力し、被害を受けたタイ人女性たちに生活再建に向けた支援を行う施設があります。この施設には数名の元人身取引被害者がスタッフとして登録していて、学校や施設で人身取引の被害に遭わないための啓蒙活動を行っています。首都バンコクから北東におよそ750キロラオスとの国境に位置するブンカン県。本日 LOL のスタッフはある高校を訪れていました。見ているのは卒業が近い高校3年生。人身取引被害の事例と外国で働くために必要なことを分かりやすく寸劇で紹介。演じていたのは元人身取引被害者の女性たちです。困難を乗り越えた女性たちだからこそ自分の経験を伝え、人身取引の被害をなくそうという志を持って取り組んでいます。さらにワークショップを行い、学生たち自身に人身取引について話し合ってもらいます。この活動はタイ全土を対象に年間40回さまざまな施設を訪れて行っています。活動を通して感じてほしいことがあります。ก็คืออยากให้เยาวชนนะคะมีความรู้แล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้จากการที่จะถูกล่อลวงในอนาคตถ้าเขามีการย้ายถิ่นหรือว่าไปทำงานเงี้ยค่ะเขาก็จะมีข้อมูลมีความรู้ที่ไปแล้วก็จะปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องถูกหลอกอะค่ะ被害者の経験者同士が協力し合って活動することで、彼女たちの社会復帰にも役立っています。彼女たちの活動を2009年から支える JICA 専門家の百瀬さんも、プロジェクトを通して感じてほしいことがあるといいます。この問題はでもメコン地域だけじゃなくて世界中全部であって、で日本にももちろんある。でも日本の人たちがどれだけ知ってるかというと、それはあんまり知られてない。
で日本の場合は日本人の被害者もいれば海外からの被害者もいて、貧しいとこから来ている人たちには、まあ、何をしてもいいったらちょっと言い方は変ですけれども、お金欲しくて来てるんだろうっていう見方がある。そこら辺はやっぱり違うというところで、もうちょっとそのこのプロジェクトを通して人権意識とか人道意識とか日本のそういったものが上がればなっていうふうには思ってます。2015年4月からはさらなる取り組みが行われています。第1フェーズの成果と課題を受けて、第2フェーズではタイ国内での活動に加えて、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナムといったメコン諸国との連携強化にも力を入れていく予定です。青年海外協力隊もここタイで活躍しています。障害がある女性を保護する職業訓練センターでは、人身取引の被害者の保護や社会復帰支援も行っています。センターには12歳から20歳までの女性が保護され、社会復帰に向けて職業訓練を行っています。ここで活動する牧園さんには印象に残る入所者がいます。それは小学校卒業と同時に親に売られてしまったラオス人の女の子です。12歳でタイに送られて、でパスポートもない状態で来て、不法入国で来てて、で12歳で店で働き、カラオケ店で働き始めたんですけど、毎日叩かれてて殴られて、で毎日すごく辛かった。でご飯も与えられない。で、部屋は監禁、必ず鍵をされて監禁されてる。でそれが12歳で2年間働いたらしいんですけど、しかしその時知り合った男性が女の子の脱走に協力。その後女の子はラオスとの国境付近で保護され、センターにやってきました。被害者に寄り添った活動も青年海外協力隊の重要な役割です。 JICA はタイでのプロジェクトに続いて、2012年ミャンマーとベトナムでも人身取引問題に関するプロジェクトを立ち上げました。中国やタイなど5カ国と国境を接し、これらの周辺国で人身取引が行われるケースが多いミャンマー。人身取引の被害者は多いものの、被害者支援の体制やソーシャルワーカーの能力は十分ではありません。 JICA は人身取引被害者の保護と自立に向けた支援のためのソーシャルワーカーなどの能力向上のためのプロジェクトを行いました。2012年6月から2016年6月までの4年間行われたプロジェクトは、内務省国家警察人身取引対策課と社会福祉・救済・復興省社会福祉局をカウンターパートとして、カウンセリングスキルを向上させるために被害者中心主義という考え方を持ち込み、研修を通じて個々の被害者のニーズに沿った支援ができる支援人材を育成しました。国のほぼ中央に位置し、首都ネピドーがあるマンダレー県、社会福祉・救済・復興省の中で人身取引被害者の保護や社会復帰支援を担当する社会福祉局です。プロジェクト開始前から人身取引対策に関わってきた UUC 課長です。プロジェクトでソーシャルワーカーの育成に関わった課長補佐です。プロジェクトは私は接戦にいるポイシーリーボーの旅行ダイエーリー、ディチュエオーディー、ミュータミーイヤーリー、ルムウェネンリー、エロータマーリー、エロー接戦ポイシーリーコーノ、パーミテヤーテネンピエタオ。
JICA 事業の研修を受けたソーシャルワーカーの提案でパイロット事業として開始した人身取引被害者のためのインフォメーションセンターです。ここは被害者や被害者支援を行う人々の情報の拠り所となるミャンマーで初めての施設です。今日は旅行公務が私たちに伝えているものを自分が伝えているこう天然ピラリーでしようの。なおジャガーレディジャパンレナビオマティシアマリボノ。おじゃ、おルコウンカネドミアパテブロジャマインサンシャムウェフィフィボノトルミュリリボノトルパウンセミラリーレロビレボノ。インフォメーションセンターでカウンセリングを受けた人身取引被害者の男性です。漁船に乗せられ、2年間も強制労働を強いられました。ရဲလဲခံရတယ်ဘလို့ထမဲလဲငတ်ခဲ့ရတယ်ပလိတ်လိုက်ဖမ်းတာလဲပြီးခဲ့ရတယ်တတိလက်ထဲမှာသူတို့ကလဲတတိရဲ့လူယုံကြီးရိုက်တာလဲခံခဲ့ရတယ်2015年4月に救出されてミャンマーに帰国しばらく実家で母親と妹の3人で暮らしていました。ပြန်ပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုသူအတွက်နောက်ဆက်တဲ့ဆောင်ရှားမှုအတွက်ကိုဒီကျမတို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနပေါ့နော်လိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့လိုက်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါကျမတို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရဲ့လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့ရဲ့နောက်ကဒီ Save the Children ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ပထမတော့ဒါရုံးချိုးကတော့ဒါ follow up ဟိုဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့သူကတစ်ခါတမျိုးနောက်ဆုံးကျတော့သူကဆီယမားတဲ့ဟိုဟာပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော် web ပဲမွေးမယ်ပေါ့သူတို့အရင်လက် web မွေးဘူးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကတကယ်ဒီ survivor က web မွေးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအာသူလူချင်းတဲ့ web ကိုသူ့အတူပဲကျမတို့ကပြန်ရှာခိုင်းတာအဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်တားလိုချင်တဲ့ဝက်ကိုဒီဝက်ပေါက်လိုချင်တာဝက်အကြီးလိုချင်တာဝက်အနေတော်လားဘယ်လိုမျိုးလဲဒါကိုကကိုပဲသူဝယ်ချင်တဲ့နေရာကိုလည်းရှာရှာပြီးရင်ဝက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ကစင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဝက်ထားဖို့အတွက်ခြံဆိုတာမရှိတော့လေကျွန်မတို့ဒါတွေပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဝက်ခြံလေးတွေစောက်ဖို့ဝက်အစားအစားရှိတဲ့ဖြစ်နေပေါ့အကုန်လုံးကိုသူဒါလေးတွေချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်နေရာလေးတွေကြည်ထားပေါ့နော်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီဆိုတော့မှကျွန်မတို့ကဒါမြေပြင်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်မတို့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှသူလိုချင်တဲ့နေရာလိုက်လံပြီးတော့မှနော်ဝယ်ယူပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာမှာ JICA のプロジェクトで身につけた被害者への接し方があるといいます。ဟောဘောသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေမှာဘောကိုကညောမသွားဘူးအဓိကဖြစ်တယ်ဗောနော်အခါကျရင်ဟိုသူကပြောသူချိုးကြတယ်လေဟိုသူကဟိုဇလန်းထွင်ပြီးပြောနေတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အမေကဟိုကျမကိုကောင်ဆလာတယောက်အနေနဲ့မျောမသွားဘူးဗောနော်သူကိုယ်တိုင်းကိုယ်လိုက်မငူပါဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတော့အဓိကထားပြီးတော့ဟိုကွာဗောကျမတတိယအဓိကထားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုသူတို့စကားတွေမမျောဘူးတော့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကတေချာနားထောင်အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါတယ်被害者を支援する関係者の能力向上を図り、被害者の保護や自立に向けた取り組みがさらに加速することが期待されます。中国、ラオス、そしてカンボジアと国境を有するベトナム。国境を越えての労働や国際結婚を目的とした海外移住の増加に伴い、その過程で仲介業者や友人に騙されて被害に遭う事件が数多く発生しています。JICA は人身取引対策のためのホットラインを設置したいというベトナム政府の要望を受け、人身取引対策ホットラインにかかる体制整備プロジェクトを立ち上げました。2012年7月から2016年3月の4年間行われたプロジェクトでは、労働傷病兵社会省児童保護局をカウンターパートとし、関係機関が協力し、人身取引の被害者のための相談窓口、ホットラインを開設しました。ハノイにある電話相談センターです。ここでは数名のカウンセラーやソーシャルワーカーが常駐して、被害者やその家族からの電話に対応しています。研修を受けた十数名のソーシャルワーカーが、
1日3交代で電話での相談を受け付けています。Vì ở đây là nó sẽ có hai cái mảng chính. Thứ nhất là mảng về mảng trẻ em, thứ hai là mảng về phòng chống mua bán người. Thì đối với mảng về mảng trẻ em thì trẻ em là gọi điện là chủ yếu. Còn đối với mảng về phòng chống mua bán người thì đối tượng cũng rất là khá là đa dạng. Nhưng thường thì là những người trưởng thành. Họ quan tâm đến cái việc thứ nhất là tìm kiếm những cái nạn nhân hoặc là những cái người bị mất tích trong gia đình. Hai là họ tìm hiểu các cái thông tin khi mà họ muốn đi đến các cái nơi để làm việc, đặc biệt là sang nước ngoài. 被害を未然に防ぐため、人身取引や安全な移住に特化したカウンセリングや情報提供も行っています。Và có một cái trường hợp mà tôi cảm thấy rất là vui khi mà mình đã giúp đỡ được cho trẻ em. Đó là một cái trường hợp mà bố gọi điện đến thông báo về cái việc con gái 16 tuổi bị mất tích. Và chúng tôi thì đã tiến hành kết nối với các cái chính quyền tại địa phương. Thế và cũng đã được tìm được trẻ về sau gần một tháng. 相談者に寄り添い、人身取引被害の予防に努めるホットラインに寄せられる電話相談や情報提供は年々増加しています。被害者である女性や子ども、さらに男性では必要とする支援は違います。被害者になりやすい社会の状況を見つめ、被害者に寄り添った支援を行うことが重要です。人身取引の被害者を一人でも減らすことができるように、さらなる対策の強化が求められています。